自転車道京都府道801号、京都八幡木津自転車道線は、京都府京都市西京区嵐山上川原町を起点に、木津川敷津に至る一般不動自転車道である。全線 45km を指す公的な通称は、京縄自転車道であり、終点付近で分岐して奈良県方面へ接続する自転車道嵐山側の起点。2014年以前の起点は、 東へ150メートルほど離れたテニスコート付近にあった自転車道木津川市川の終点。京都八幡木津自転車道は主に桂川、木津川に沿って南進する自転車、歩行者専用道路である。終点は国道24号、泉大橋南水目であるが、その手前の木津沿いで山、松川、鹿川方面へ進み、 奈良山駅へ進む経路が整備されており、奈良県道280号山と、青垣吉野川自転車道線、和歌山県道803号木の川自転車道線を結んで、嵐山から和歌山港に至る京奈和自転車道として整備が進んでいる。京都市が管理する京都市域のみ、桂川サイクリングロードが公的な通称として、案内看板などに使われている。 京都府が管理する木津川沿いは木津川サイクリングロードと呼ぶが整備当時に建てられた案内看板では使われていない。起点終点流れ橋京都駅京都府内における自転車道の位置、自転車歩行者専用道路ではない桂川沿い。ありがとうございます。